ある事件。私だけじゃありません。みんなにも同じものが届けられました。さっきは部室でそのことを話してたんです。死神の呪いです。私たちが先生に呪いをかけたからお返しが来たんです。でも呪いをかけた本人に帰ってくるなんて話はないはずよ。じゃあどうしてこんなものが届いたりするの？助けてください。このままじゃ私たちみんな死んでしまう。死神か。
どうしたの、めぐるくん。めぐるくん、それって…死神からの宣告だよ。そんなわけないでしょ。犯人からの脅迫よ。脅迫？そう。そして同時に犯人を絞り込む決め手でもあるわ。というと？いい？私たちを脅すってことは、私たちが犯人に迫ってきたって証拠なのよ。今までの捜査を思い出してみて。水泳部の部室を訪ねて、その後、藤崎双葉ちゃんから話を聞いた。そう、つまり犯人は。犯人は水泳部の中にいる。そう、きっとあの5人の中に死神がいるのよ。ちょっと素直すぎるけど、双葉ちゃんが言ってたある事件っていうのが鍵になってる気がするの。でも立花さん、犯人は一人殺してる。単なる脅しじゃ済まないかもしれない。だからこの先は警察に任せた方が。何言ってんの。引き下がれるわけないでしょ。断固続行よ。でもやるったらやるの。上等じゃない。突き止めてみせるわ。そうでしょ、めぐるくん。わかったよ。それじゃあ明日は水泳部のことを徹底的に調べるんだね。そういうこと。明日も気合い入れていくわよ。それじゃあ、今回はバラバラに操作しましょう。え？
まり一人でってこと？その方が情報がたくさん得られるでしょ。それはそうだけど。とりあえず、一番近い子に聞いてみるか。え、私？うん。一緒にいた人よね。え？昨日図書室で見かけたの。なんだか調べ物をしてたみたいだったから声はかけなかったけど。私、みやこの友達で大見優子っていうの。よろしくね。こっちこそよろしく。僕は桃井めぐる。この前転校してきたばかりで寮で生活してるんだ。ああ、だから美也子と一緒にいたのね。あの子も寮生だから美也子面倒見いいでしょ。面倒見がいいっていうか人遣いが荒いっていうか、まあいろいろと世話にはなってるかもしれない。水泳部のことについてちょっと聞きたいんだけど。水泳部か。急にそんなこと言われても。何でもいいんだ。水泳部のメンバーについてでもいいし。
藤崎さんって確か水泳部だっけ。藤崎さん、ああ藤崎二葉さんね。そう、水泳部だよ。ちょっと噂で聞いたんだけど、